皆様、こんばんちは。今回はですね、視聴者リクエスト第2弾ということでですね、KRM の古習字型カスタムを紹介していきます。本間ものゴリゴリの古習字型カスタムなので、僕、エイムするって方がいましたら、ちょっとね、参考にならないと思うので、ご了承ください。で、今回僕が紹介するカスタムはご覧の通りで、僕が普段使用しているエイムと古習字両方できるカスタムとは、寺田心くんと鈴木福くんぐらい違くて、いや、ほぼ同じ。いや、実際のかなり違くて、例えば僕普段エイムした時のたまたまの密着率を上げるために MIP ストックを採用してるんですけど、今回はエイムを一切しないのでストックなしを採用していて、で、グリップテープも同じで、流状グリップテープからステッピング加工グリップテープを採用してますね。ただ一つ大事なことがあって、この RTC ライト拡張バレルとソードオブバレル、どっちがええんやっていう話になるんですけど、もちろん機動性を意識した場合にはソードオブバレルがめちゃめちゃ良くて、ライト拡張バレルのダメージ射程距離 20% アップっていうのが結構バカにならないぐらい強くて、これを検証動画でさばいていく。で、これ左が RTC 拡張バレル、右がソードバレルで距離が 10m ですね。で、左の場合だとほぼほぼ 100% で、まあ、ワンパンできるのに対して、右の場合だとまあまあな確率でワンパンできない局面が増えてきているっていう感じですね。まあ、足の速さも、まあ、僕の方がね速いんですけど、一応検証するとして、やっぱねソードバレルの方がまあまあちょい速いくらいといったところですね。で、今回ガチガチの古習字カスタムで、まあ、機動性も上げてるので、やっぱキャラコンっていうのはやっぱりね局面局面で大事になってきますね。で、あとは広いレンジで戦うことがどうしてもできないので、クロクロバスケの鏡のゾーンに入った時みたいに、もう強ポジでやりまくるとか立ち回りを工夫するしかないですね。どの距離までならワンパンできるのかっていうのをしっかりね把握することが大事ですね。で、ここはね敵が落とした銃を拾って、で、今からね敵のレッスンに行くんですけど、まあ、やっぱりね SG と AR 持つだけで近距離、中距離、遠距離も両方いけるんですよね。で、やっぱりね AR 持ってると敵の意表をついて、ここでね、まあ、味方のカバーをしたりとか、まあ、油断している敵を、まあ、中距離、遠距離で勝っていくっていうのも可能になってくるんですよね。1枚、2枚、3枚、